はい、こんにちは。iOS9.3 になりまして、ようやく追加されましたブルーライト軽減フィルター、ブルーライトをカットするモードですね、ナイトシフトモードと呼ばれていますが、そちらのレビューでございます。これ私追加されてからずっとオンにしていたんですけど、今後も24時間ずっとオンにしようかなと思っております。これが Xperia Z3 タブレットコンパクト Android ですね。で iPad Air 2、iPhone 6S になります。では真ん中からいきますね。よいしょ。こうするともう全然色味が変わって黄色く、なりますね。ブルーライトをカットされた状態になります。こっちも入れるとよいしょ、こんな感じですね。でこれは今まで iPhone ではできなかった。で Android はまあご存知の通りたくさんカスタムができるので、サードパーティー製の私はこれを使っていたんですけど、これを使うとよいしょ、こんな感じでナイトモードできて、ブルーライトをカットできる。Android は常にこれを入れて使っておりました。で、これが一応設定ができまして、画面の明るさからナイトシフトモード、これですね、ここ行って、これで暖かくに持っていくとよりカットされる。で冷たくにするとブルーライトが出るという感じですね。さっきの真ん中になっております。でこれはね1点だけ現状問題があって、常時オンという設定がないんですね。でまあアップルらしくなんかすごくこだわってはいるんですね、ナイトシフトモードで日の入りから日の入りになったらナイトシフトモードになって、日の出から、通常モードに変わるとかっていう、そういう時計と連動したりっていうこともできるで、なんかアップルらしいっちゃアップルらしいんですけど、なんで24時間設定をつけなかったのかなという感じで、現状は24時間無理なのでこういう感じで、12時1分から翌日の12時までっていう感じでねそういう感じで1分間だけねそのモードが切れてしまうんですけど、まあ、こういうやり方でないと24時間まあ厳密には23時間59分という感じにはなるんですけど、設定ができます。まあ私はこれずっとオンにしてますね。で今回ここの、ウィジットというかショートカットバーに追加されてるのが良かったですね。こんな感じで。ちなみに iPhone の方はなんと電卓も追加されております。よいしょ、こんな感じで電卓とまあ時計とかねっていうのもショートカットやるんですけど、このようにカットができると。まあ Android はねこれができたから非常に Kindle なんか読むときいいなって思ってたんですけどね、ようやく iPhone の、ね、iOS 端末にも追加ということで、まあ Kindle なんかね読むときには非常にいいんじゃないかなと思います。やっぱり目が疲れてしまうので、まあ、内容出すのはあるので、まあ、こんな感じで。これでもね Kindle もあの背景を私セピア色にしてるんですね。だけどまあブルーライトカットが来たからもうちょっと違うやり方でもいいかなと思います。ちなみに iPad はねもっと暗く使ってているんですね。低照度モード今切ってあるんですけど、このレビューのために低照度モードをオンにしてるんですね常に。なので iPad 普段、この暗さで今ねカメラ上映ってないかもしれないです、うっすら映ってますよね。この暗さで夜中使ってたりもします。もうベッドルーム真っ暗なんでこれで見えるんですね。でもまあ起きるとこのくらいの暗さだったりこのくらいだったりっていう感じですね。でこれはまあもう一本撮るか、低照度モードについてはもう一本撮り直しますね。違う動画で、違う動画っていうか動画分けましょう使い方をね。で、これね iPhone と iPad は自然の光を取り入れて、例えば部屋から出た時自動的に画面明るくなるじゃないですか。それがあるんだからあるからいいんですけど、これ iPod Touch だとその機能ないんですよ。自然の光でここの
明るさを変更する機能が iPod Touch にはないので、 iPod Touch だとちょっと使いづらくなるかなという感じです。ちなみに余談になりますが、ブルーライトは決して、全部悪というわけではないんですね。ドイツの研究で明らかにされてたと思うんだけど、ブルーライト自体は、覚醒効果があるので午前中は浴びるべきだとされていたりするんですよ。午前中はブルーライト浴びるべきだ、人間が覚醒するんでね。で、日の入りと同時にブルーライトをカットして、要は覚醒能力があるから睡眠とかのために備えた方がいいということでカットをするんですけど、午前中はね積極的にブルーライトを浴びようっていう、確かドイツだったと思うけど、研究がもう出ているんで、まあなので、まあ、使い方はそれぞれかなと思います。ようやくね、Android はあってねすごい助かってたんだけど、なんで iPhone ないんだろうなと思っていた機能がようやく追加されて満足でございます。そんなわけでナイトシフトモードのレビューでした。画面暗くし方はもう一本撮ります。また会いましょう。バイバイ。